インフルエンザ予報です。インターネットでのインフルエンザ関連ワードの検索数から見る流行予想です。現在、インフルエンザは日本全国で感染が拡大しています。その中でも患者増加数が著しいのは宮崎県。先週に引き続き最も感染の危険性が高い都道府県と推測されます。さらに九州、四国、沖縄も患者数の増加が著しく、警戒が必要です。